ちは。今日はお久しぶりです。金箔シャレた木が入ったんですけど、なんとも言えない味のある木で、それをちょっと今の雰囲気だと少しまあ蜂のせいもあるんですけど、威厳のあるというか硬いような少し印象なので、この木の良さはやっぱこの値上がりの細い幹っていうところをまあ生かすものなのかなっていうので、ちょっと植え付けの角度を変更と植え替えをしていって、この木をまあより雰囲気のある木にしていこうかなっていうふうに思います。やる内容としては作業工程としてはあまりないんですけど、シャリを拡張したりとか、まあ、少々の植え付けを変えたり、まあ、針金を少し、ね、棚を意識したりとかっていうふうにして、雰囲気のある木によりしていきたいなというふうに思います。構想としては、うん、少しこの木今の状態だと、まあ、少し立ってるような木で、まあ、落ち枝がガツンと効いていて厳しさのあるような木になってるんで、はい、まあ、それもそれでもちろんいいですし、少し雰囲気を僕が出したいなっていうふうに思ったので、ちょっとだけ気持ちなんですけど、ちょっと車間というかこのぐらいかな、ちょっとだけ倒す、少し倒して Q さんが見てこれぐらいの正面にしていこうかなっていうふうに思います、うん、でそうなると必然的に問題になるのは上の幅りが大きいんですよ、うん、この下に対して、そうですね、なのでその辺を、うまくやりたいのと、ちょっとこの辺の裏枝となってる部分を、右側の枝としてカバーするように少し引っ張って前に見せられるような感じにしてこようかなっていうふうに思います。なるほど。とりあえずは今釣ってある針金があるんで、それはもう全部切っちゃってからまた考えようかなと思っているのと、あとは少し針金を取った後にシャリを少し削って、今この木のネックな部分はこの細い幹が2本つながっていて、ここから1本になってるんですけど、この幹がやっぱ下よりも太く見えるんです、この辺が、この辺の、ね、幹が、はい、そこを下からしなやかな木にしたいので、少しここを拡張してシャリをつけて細くしてみ見せようかなっていう、やっぱりね、細からドンと太くなって、うん、ドーンっていう感じになっちゃってるんで、うんね、そうしなやかにするにはやっぱこの辺の細さを出していってあげればなっていうふうに思うので、そこをちょっとやってみようかなと。まずとりあえず針金を取ります。この釣ってある、この方の作る木の雰囲気が好きなんです、うん、僕。面白いですよね、一本で弾いてあるから極端にはあんまり今は出ない針金なんで、とりあえず取っちゃって、でここがシャリが入ってるんです、こういう風に。なので少しこの辺ぐらいまで入ってくるとシャレてて面白いのかなっていうのを思うのと、うん、まあ、ここだよな、ここが上までシャリが続いているのをしっかりはっきりつけてあげるのと、うん、ここが太いんで、こう裏側にこうシャリをこの辺までつけてあげると、ここの水水が細くなる気がするんですよ、うんうん、両サイドにシャリが来るような感じになると思うんですけど、こうつなげてあげて、ここぐらいまで持ってきてあげようかな。まずここら辺かな、もしかしたら枯れてるかもしれない、もろい？いや、硬い。硬い。枯れてんのが分かったんで、はい、後でルーターでやっちゃおうかな。枯れてた。この、こっから続いてる、はい、こいつが枯れてるんですよ、おそらく。これ、うん、でこいつは生きてるんですよ、うん、それは割と面白いかなっていう、このシャリと生きてるのが出て、うん、下までシャリやっちゃう、やっちゃうから、お、はい、あとはじゃあ上のところ、はい、こう来てこのラインでここぐらいまで来ようかな、うん、
元気だね、山さんは。先端尖ってないんだ。そうだからここで切れるんです。ここで。ほらね、こんなのあるんだ。そうそうそう。どこのやつ？これなんかね、マサクニらしい。マサクニなの？あ、ほら。もらったやつ。押して切れるのと、うん、引いて切れるのが使えるから便利？便利。やっぱ生きてるところは剥きやすいですか？剥きやすいですね、うん。ざっとここのシャリとここのシャリ、まあここ枯れていたので、うん、もうおそらくさっき説明したんですけど、この下の方まで根っこが枯れてるんです、はい、なのでこれはもう後でまた全部また剥いちゃいますんで、うん、はい、はい、それはちょっと後でやります。で次やることは構図出しなんで、さっき言った通りこれをこっち持ってきたいんです。なので少し針金で引っ張ってですね、こう徐々に徐々に持ってきて、で最後に枝だけでこうやって持ってくるような感じ。分かりました。でさっき言ったようにこれ角度を少し上げているので、それをイメージしながら、まあどうしてもこういう高い大きい木なのでそのままの位置だけで見るよりもこういうふうに少しね、離れて見てみると全体の景色が出てくるので、針金を使って次はこれをこっち持ってくる作業ですね。はい。で、陣と引っ張っちゃいます。陣と引っ張っちゃう。陣と引っ張っちゃう。この後豪雨の予報です。はい、あ、雨が降ると、はい、早く終わらせないと。そうです、一電車で来ちゃう。行かせんねよ、YouTuber さん。ひょうがさーとなってんのさ、こっちからさ。そうですね。ふわっと映してさ。ひょうの中。ひょうの中作業してる。あれがかけるカンタさんを。あ、そうそう。有名人になった時に有名になるよ。これが穴開くじゃ大変だよな。穴開いちゃうんじゃないですか。だって昨日、うん、ね、Twitter で車のワードガラス割れてんの。フロントグラス割れてたね。そうか、後で編集できるってことなんか。ん？そうですね。うん、あら隠して。で、2段階でやっていこうかなと思うんで、ここで引っ張って、あとはこっちも引っ張るような感じ。どうしてもこっちだけだとなかなか来れない。ちょっと前に持ってくる作業ですね。2個目の引っ張りですね。そうですね。そしたらざっとちょっと棚を作っていこうかな。針金で引いたらいいですね、右側にできると、ね、なんかだんだんにこうねできてる感じが。
全然雨降んなそう。刺しネタはあげる？落ちてるのがいい木なんです。うん。だからこのまま極端に落としとくのもいいんだけど、少しだけ気持ちを上げてあげた方が流れが出るかなっていう。いい感じやな。いい感じ。いい感じ。ランチタイム終わりまして。ランチタイム終わりました。一応ざっとねできたので、まあ枝の弾みと、まあこのね、はい。はい。なんだ、向かいますでいいんじゃないの。できましたんで向かいます。8は8はちょっと今この木の硬さを表しているこの長方鉢、まあ雲足ですし、うん、ね、より力縁がねしっかりバッチリあるんでやっぱり強い印象なんですよ、うん、なのでこれを少し柔らかな印象にしてあげたいので、うん、まあ色もいいですしこの鉢に入れていって柔らかさを表現してあげたいなっていうふうに思います。まあ深さも意外とねこれあるんで、うん、多分入るんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、入んなかったらまたちょっと考えなきゃいけないんですけど。わかりました。はい、やっていきます。でちょっとタッパーの高い木なので。うん、ちょっとバランス悪くなる恐れがあるんでグラグラして、うん、太い針金使って押さえつけます、はい、あとは足の位置なんですけど、ほらやっぱ三つ足だとここがね足が正面に来るのがセオリーですけど、この重心のバランスによって変えていきたい、うん、おそらくちょっとこの辺が重くなるんで、重いところがここに来ちゃうとちょうどこうやっていっちゃうので、はい、その辺は考えながら、もしかしたらこうなるかもしれないですけど、うん、ちょっとやってみて、はい、ちょっとこれで写真撮ってこれぐらいですっていうのを写真撮っとくと植え付けの時に参考になります。根がでもそこまで回ってない。あ、まあ植え替えはね今年 したんだろうけど、すごい迫力。重たいですか。左手だけで支えてる。水鉢に入れるので、うん、やっぱそこの方も落とさないといけないので、なんか大和田みたいな匂いする。大和田の匂いする。大和田の匂いする。
最悪じゃん。お肌の汗かいたというニュース最悪じゃん。で、入れてみようかな。入りそうではある。入りそうではある。ちょっと切っていくか。すいません。致命傷にならないことを願って。仮止めして、怖っ。帽子変わった？オイル直し。おお、つながり虫のオイル直ししましたってやっぱり第一は足の真ん中が来る方がいいんで、うん、一回そこでも置いてみようかなと。それで倒れるようだったらやっぱ足目に重視ね。あ、やっぱり無理かね。うん、そこに土入れても無理かな。多分無理だと。タッパーがある分余計、うん、そのね、足がここにないとそうダメだね。やっぱりダメでした。そしたらゴロを入れます。すごい、炭時はね、写真撮っとくといいんだぜ。そういう時は写真を撮っとけばっていう、そのスローで白黒で仕上がりです。何？僕のさっきのこの映画、うん、スローで白黒でこれぐらいですっていうのを写真撮っとくと植え付けの時に参考になります。乾いてるの？ここはこうやっていつも。おお、こういう方法もあるんだ。このあれを乗せるとうまくいかない時があって、うん、こうやってやると綺麗に均等に、やっぱ乾いてるから。おお、均等に。
綺麗に見えるもんじゃないですけどね、水ぼけは。色大丈夫いいよ。高木さんが飲んだペットボトル。そうね、うん、これで飛ばさずにってことか。これ第一陣として水を濡らしといて。かぶってんすよ。喋ってくれてるけど。ちょっと落ち着かせると。ういじゃん。ちちちち。こちらベビーオイルを染み込ましたなので磨いております。はい。ベビーオイルは売ってるんですか。売ってない。椿油なら。椿油でもいいですよ、うん、これが乾いてる時にそっ、ファッてやるとふわって飛ぶんですよ、水苔が、うん、この水苔は乾燥させた苔が入ってるんで、次第に青くなってくる感じ。すごいな、でも一粒もこぼれてないんじゃない木が全くこぼれてない。やりのやり方っすよ。結構ですか。シャーってやると多分出るから。あ、ほんとだ。そうそう、上にこうこう。なるほど。完成しました。はい、どうですかね。鉢変わってで、うん、しっかり棚作ってあげたんで、はい、柔らかい雰囲気が出てるのかなって思います。うんうん、作り方一つで木の印象って変わってきて、うんうん、前持ってた方の作り方で本当に好きなんですけど、柔らかい鉢に入れても面白いんじゃないかなっていうふうに思ったので、うん、こういうことをやらせてもらいました。はい、はい、この立ち上がりの模様というところをしっかり生かしてあげて、この上まで細い幹がつながっているようにっていうふうに仕上げました、うん、でこういうシャリのところをしっかり白く塗って、はい、でちゃんと水吸いとはっきりさせてあげると、うん、よりこの木の細さとかしなやかさというかというのが強調されてくると思うんで、この先持ってて今ずっと楽しめる木なんじゃないかなというふうに思いますね、うん、見飽きないですよね、こうやって見てて、うん、いろんなところに見どころがあって、こういうね一つ一つのところも面白いし、こういうね板シャリみたいにできる部分も残ってるんで、うん、ジューンってボンビニあるじゃないですか、心拍が。ああいうのも一つ一つ見ると枝のこういうシャリの部分もこう全部板になってて、うん、本当にああいう木って見て何だろう、飽きることがないんですけど、こういう木もこういうシャリの部分とジンの部分とかそういうところを今後削っていって、よりしなやかさというか、うん、出せると出していくともっといけないんじゃないかなっていうと、うん、まあ、その前段階としてやっぱ印象をがらあの柔らかくしてあげて、で弾みをつけたので、まあ、リズムですよね、こういうだいぶいい感じになったのかなとは思ってます、はい、なんか線が線で見せる感じが強くなった感じがしますね。そうですね、うん、やっぱり少し頭の大きさもちっちゃくはしたんですけど、はい、まあ細い木だから頭ちっちゃくてもいいんじゃないかなっていう、うん、いいんじゃないですか。だからあとはね、一つ思ったのはこの幹をきれいにするかどうか迷ったんですよ、うん、磨いて茶、うん、しっかりさつまいもの色みたいにしようかと迷ったんですけど、まあ、ちょっと皮がめくれてたりとかこういう感じもまあ古さが出て、うん、これはこれでいいのかなということで今回は削らなくてそのままやりましたけど、まあ1回ぐらいはやった方がいいかもしれないですね、うん、ツルツルにして1回全部の層を均一にしてきれいにしてあげると、うん、本当に白と茶色のコントラストが出て、で緑の葉っぱと茶色、まあ、赤い鉢でトータル的にいいものなんじゃないかなと思うので。なるほど。でシャリはこれから作るんですよね、また。そうですね、ここ今枯れてるんで、うん、ここのこう捻転してこっちに来るんですけど、これは全部剥いちゃおうかな。あとはこの辺もできればいいかなとは思ってるんですけど、
で、溶合剤塗って。そうですね、おいおい。皆さんも、はい、こういう木、ぜひ、ちょっと大きいですけど、うん、まあ、これを縮尺をちっちゃくした場合でも、鉢一つで印象って変わりますし、うん、まあ、角度によってもまた変わってくるので、こういう雰囲気ある木、私大好きなので、皆さんもぜひやってみてはどうかなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。日本盆栽教室連盟、はい、がやる盆栽の展示会が6月の18、19土日でやるんですけど、今年連盟が主催する生徒作品展が最後になります。なので、各教室に、所属されている方の展示が一堂に返すことはもうなくなるので、いろんな初等部からやっぱ上級、ね、研究家師範までってありますんで、そういう人たちの展示がもう一度に見れるので、ぜひお越しいただければ結構勉強になることもあるんじゃないかなというふうに思います。はい、で、私も作品を、まあ、一応出す予定なんですけど、風木先生が持ってた心拍を僕が針金をかけて、で、それをちょっと今回は出展しようかなと思ってます。県外のね、こうやって下の垂れ下がる大剣街みたいな感じですね、はい、割と味のある木なので、なかなか見るチャンスはもうなくなると思うんで、ないと思うんで、はい、大宮プラザノース、はい、で開催します。はい、ぜひお越しください。お越しください。はい、はい、ありがとうございました。